こんにちは。この時間は第十二回高知市医師会市民フォーラムを。テレビ番組にしてお送りします。頭痛、足のむくみ、不眠といった身近な悩みについて。専門の先生にアドバイスをしていただきます。さて高知市医師会では、この市民フォーラムを。平成二十一年から毎年一回開催しています。当時緊急性がないにもかかわらず。 夜間の救命救急センターを利用したりタクシー代わりに救急車を利用したりするケースが増えていたため本当に必要な病状の人への対応が遅れるなど救命救急に携わる医療関係者の疲弊が問題になっていましたそこで第一回は必要な人が必要な時に救急外来を速やかに利用できるよう高知の救急現場の実情を知り 間違った利用をなくして救急医療を守ることを目的に開催しましたその後は特に市民の関心が高いテーマを選び数人の講師がそれぞれの立場で話し日常生活に直結した医療や福祉を知る機会にしています老後の医療や介護問題として寝たきりや認知症の話し 健やかに老いることの大切さや老後を支える取り組み自分が望んだ通りに迎えることができる終末期の話題また地域のかかりつけ医のことや生活習慣病に特定健診赤ちゃんから高齢者まで知っておきたいワクチンの話などそして今回と同じようにちょっと気になるありふれた疾患の中から泌尿器科 自備咽喉かがん科の病気を取り上げた会もありました毎回講演終了後には質疑応答の時間を設け会場からの質問に講師が回答します第10回記念フォーラムでは講演会終了後に出席した市民が疑問に思っている医療に関わる質問に一人一人個別に医師が直接膝を付き合わせて答える時間を設けました このように市民フォーラムが市民と高知市医師会をつなぐより良い機会になるように模索しています。今回、第12回の市民フォーラムはコロナ禍の中でテレビ番組として放送することになりました。それでは第12回高知市医師会市民フォーラムスタートです。 最初に頭痛について伺います高知市の梅野辻クリニック院長の山田博先生です頭痛のスペシャリストで2004年からはクリニックに頭痛外来を開設し頭痛治療に取り組んでいます先生よろしくお願いします頭痛外来というのはまだ珍しいのではないですかそうですね。あまり聞いたことはないかもしれませんね、はい、というのは 頭痛なんかに専門外来があるのかというふうな気持ちを持たれる方が非常に多いんじゃないでしょうか。そ,うですね、それおそらく頭痛という病気が。はい。そんなに大したもんじゃないという意識があるためじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。ああ、うん。そういうイメージってあるかもしれない。ねね、頭痛って病気なのかな、どうなのかなっていうところがあるかもしれないです。そ,ですね、それで今日はですね、はい、最初にこの頭痛は病気ですかというところから、ちょっと始めてみたいと思います。はい。 まあこれ終わる頃にですねどのように認識が変わっていただければなというふうに思っておりますわかりましたお聞きしていきます、はい、はい。この頭痛が始まる前にまず頭痛の患者さんがどんな特徴があるかということからお話をさせていただきたいと思いますはい。これは昨年2019年の1年間に頭痛の新しい患者さん新幹酸1300人の統計なんです それで、えっと、40代、30代、20代の女性に多いということがよくわかりますね通常の循環器の病気脳卒中とか心筋梗塞そして、がんなどの年代に比べますと、はい、若い働き盛りに多いということがよくわかりますね、はい、<え>まずここから意外なんですけどあ,あとあの頭痛って一口に言いますけどいろんんなな種類があるものでですすかそうですね大きく分けますとこのように一次性、二次性頭痛というふうにわかります。本当は 詳しく分けるると200種類もあるんです<ー>それを大きく分けますと、はい、まず検査をしても異常がない要するに原因が発揮わからない頭痛を一次性頭痛と言います、はい、そして何らかの病気によって起こる頭痛ただ有名なのはくも膜下出血の頭痛ですね、うん、あのような病気の後に起こる頭痛を二次性頭痛と言います。はい、で今日お話をしようと思っております偏頭痛は一次性頭痛発揮した原因がわからない頭痛ですね、うん、このように分かれております。はい変頭痛っていうのは 多いんですか、はい。これは昨年の頭痛患者さんの分あの病名による分類ですけど、ええ、半分以上ですね。偏<ー>頭痛が占めております。あ<ー>その後、緊張型頭痛、群馬頭痛というものがありますけれども、うん、これはやはり偏頭痛が辛い病気であって、病院で何とかしていただきたいという方が多いというふうに考えられています。<ー>はい、こんなに多いんですね。はい、そうですね。ちなみにこう偏頭痛って本当によく聞くんですけれども、どういった頭痛なんですか。はい そうですね偏頭痛というのはですねまず第1の特徴は、はい、軽くないということなんです、<あ>ええ、中等度から重度の頭痛であるということなんですね、はい、そして白、えー、動性といって心臓の鼓動に応じてズキズキするようなそういう頭痛が多いということです、偏、まあ、頭痛の片という意味で片方というふうに思われる方もいらっしゃいますけれども、えー、実は両側痛くなったりすることもありますし、<ー>日によって右、左、変わることもあります、そのような頭痛ですね。はい そして、えー、日常生活が障害されるこれはですね例えば会社員でしたら会社を行きたくなくなるとあるいは、うん、学生さんでしたら学校に行きたくない、えー、そして主婦の方であれば家事をもうほったらかしにして寝ときたいとあ<ー>、まあ、そのような動きたくない日常生活がが障害される頭痛が特徴です、はい、そして頭痛に吐き気や嘔吐を伴うことが多いということが一つの特徴でもあります。えー、そして 1割から2割の方はですね、はい、この頭痛が起こる前に目の前にギザギザが見えてきてそれがだんだん広がってきて非常に目の前が見えなくなってそ,れそういう状態が30分のついた後に頭痛が始まるそのような視覚そしてまぶしいのが嫌外に出てまぶしいのが嫌とかあるいはやかましい音が嫌とかまあその頭痛,が頭痛の時にはそのような症状を出している方は非常に多くてまあこのような過敏であるということですね。 まあこのような特徴を偏頭痛は持っていますなるほど、うんね、本当につらい病気なんですねえそして、えー、日本におけるこのようなあの頭痛の患者さんに対して私たちはどのように見てるかということなんですねはい。そして、えー、頭痛をですね病気と見る風土が日本には少ない<ー>要するにあまり重く見ていないということですね、うん、えそしてですので頭痛患者さんに対する理解がですね国民にも医療者にも少ないということなんですそして 欧米に比べますと頭痛をです、ね、きちんと治療して治すべき治療という病気であるということが国民全体の意識がちょっと薄いんではないかということと偏頭痛はそれ,それものはです、ね、命に直接関わることはあまりないので、まあ、医療者もです、ね、頭痛そのものに関心がある人はちょっと少ないということもあってそれで、えー、と頭痛の患者さんは多いんだけど あの医療それに関わる医療者が少ないというそういう現実があって患者さんもちょっとあの十分な治療を受けられていないという現実がありますね。はい、じゃあ日本では頭痛に悩む患者さん非常に困った状況にあるっていうことなんですね。そう,そういうことも実際にありますね。実際あの私たちが頭痛外来を見ていまして患者さんからの声をお聞きします。はい。その時にあのうたられることを、ね、ちょっとまとめてみました。はい。はい。 これちょっと順番にやっていきますけども辛い時周りからは気合が足りない甘えているわがまま病だとよく言われましたそして人にうつるわけでもなく熱が出るわけでもなく自分さえ我慢すればよい,いのだとずっと思っていました予定が立てられなくて困りました人との約束も不安でしたそして頭痛と嘔吐で救急車を呼んだことも何回かあります。そして 会社ではですね、はい、上司が頭痛に対して理解がなく会社を辞めざるを得ませんでしたそして頭痛が治ると次の日は普通に生活できるので周りの人はそんな大したことないんじゃないのというふうに思っているでしょう<ー>ということですねそして頭痛が起きても大丈夫と頭痛は怖くないと思って本当に生活できるようになりたいこのような切実な思いがあります、うん そして実際、頭痛が半分くらいになった人からはですね。はい。もうそれだけで人生が変わった気がします。やっぱりいかに周りの理解が大事かということと。やっぱり、あの、ちゃんとした医療機関に、こう、結びつけてあげる。仕組みっていうのが、すごく大事だと思いますね,すね。そうですね。本当そうです。私たちは、このように。本当の頭痛治療にたどり着けていない方。えー、それを頭痛難民と、まあ、仮に呼んでるわけですね。頭痛難民。はい ちょっととと聞いいいたことないと思いますけど例えばどのような方を指すかと言いますと「つらい頭痛があるにもかかわらず自分の頭痛はこんなもの」と諦めている「うん、頭痛なら頭痛止めどんな頭痛薬も大差ないから一回飲んでならなくてもそうしたらも仕方がないなと考えている」はい「まあ市販薬で頭痛に対処しているんですけど効、まあ、かないと」「効かないけど自己満足のために飲んでいる」 飲ままないいいいとと不安という方もいらっしゃいます、はい、そして例えば一度病院へ行きましたでも、まあ、MR とか取って「異常ないよ大丈夫」と言われでも頭痛は何も対処してくれないと頭痛はよくならないけどもう仕方た何も,もう大丈夫と言われたからもう行けないということで諦めてしまって病院にもかからなくなった。 まあこのような方ですね。はい、まあこのような方を少少して私たちは頭痛難民と呼んでますけど、この方がたくさんいらっしゃいます。そうなんですね。はい、す先生のところでは頭痛をどのように診療されてるんですかです、ね。はい。その私たちのですね、えっと頭痛外来の大きな目的の一つが、今お話ししました頭痛難民という方々に何とかいい生活を送っていただきたいというのが大きな目的の一つです。はい。もうそれに尽きるかと思いますけども、その中でもですね、頭痛に対しては 頭痛はそれぞれ特徴があって、同じ頭痛を訴える方へというのは同じ頭痛は一人もおりません。そのために、問診票とか、頭痛ダイアリーを用いて。その人に合った頭痛治療を心がけようとしています。はい。で、まあ、その方に合った、まあ、オーダーメイドの頭痛治療ということを心がけようとしております。なるほど。はい、この頭痛ダイアリーというのは、どういうものなんですか?。はい。これはですね。 私たちが使用している頭痛ダイアリーですカレンダーのようになってまして 1>,、えー、1、2、3、これは日付ですね、はい、この下に小さな数字で6、12時が書いてありますけどもこれは時間です、はい、6時、12時、18時ですね実際に患者さんに書いていただきましたこの赤い丸が頭痛のあった日ですそしてこの時間帯を赤の矢印で結んでいますけども、はい、これが頭痛のあった時間帯ですは<ー>、はい、でその下にいろんなメモが書いてあります<ー>天,天気が雨だったとかですね、はい、天気が悪いとか 情勢の場合は生理の時間に関係ありますので<あ>生理の時間を置く期間を変えたりですねそのようなことをしております。はい、これを見ますと頭痛の回数とか例えばお薬をどんなものを飲んだかということが非常によく分かるようになっております。こ、はい、これは同じ方ななんんででですすけけどどののの次次日月 これぐらい頭痛が少し減った感じがしますね。ええー。あの、丸のついてる数が少ないし、あ、はい、メモもちょっと少なくなっています。うん、さらに同じ方ですね。頭痛の回数がぐっと減っていることがよくわかります。えー、ですので、まあ、客観的に実は良くなったということがこのようにわかりますし。はい、実は。患者さんに訴えをきい、聞いてもいいんですけど、実際にこうやって書いていただきますと、すごく頭痛の状態が変化がよくわかるという。うんうん、そういう利点があります。なるほど。はい。の。 この偏頭痛の治療については、どのように行っていくものなんですか。すね、はい、このような頭痛偏頭痛に対してはですね、やはりまずお薬を使いますけれども。はい、まあ市販薬ではない、トリプタンというのが書いてありますけれども、えー、これは偏頭痛に特化した薬で。偏頭痛以外の痛みには一切効かないんです。偏<あ>頭痛のみに効く薬なんですけれども、偏、ね、頭痛には非常によく効く薬です。はい、まあこれをですね、中心に偏頭痛に対しては行っています。はい、でこのお薬は飲み薬だけじゃなくて。 点秤薬とか注射薬<ー>そして頭痛の人はひどい時は動けないので病院に来れないと<え>そのような方のために自己注射薬<あ>自分で注射するようなそういうお薬もありますそういうこともできるんですねそうですねそして頭痛の回数の多い方、はい、もう一周に何回もある方そのような方にはですね えと予防薬といってすぐにこれを飲んでも治らないんですけど毎日この予防薬を飲むことによって頭痛を減らしていくという<ー>そういう方法があります、はい、そういうことによって頭痛を少しでも軽くしていこうというようにやってます、はい、そしてお薬以外ではですね、えー、やはり生活習慣あるいは環境の変化ということに偏頭痛というのはすごく敏感です、はい、ですのでストレス忙しさ そのようなことが偏頭痛をうつ頭痛を悪くすることが多いのでまあそういうことを振り返っていただいたりそれを少しでも少なくするようにしていただくという方法とか不規則な生活をされている方は見直すとあのこのコロナでですね学生さんが学校休みになって家にいらっしゃいましたね長い間そうするとスマホをずっといじってたりとかですねそのようなことで非常に朝晩逆転してしまったりというような方もいらっしゃってそういう方は そういう学生さんは本当に頭痛が悪くなっているというようなことをよく見られました。うん、それも偏頭痛なんですねで。そうなんですねで。で、そういうふうな不規則な生活の見直しということもあのこの偏頭痛治療にも非常に有効なことだと思っています。なちなみにこの偏頭痛の患者さんに多いタイプといったものはありますか？そうですね。私はもうずっと頭痛外来でもう何千人見ています中でですね。はい、一つの傾向がやはりあります。えー、それは何かというとですね。 もう本当にねピチッとしてるんです。<laughs> のほのほほんとしてる方にあまりずっといらっしゃらないですね。はい。はい、ちゃんとした人が。きちんとしてる。仕事もよくできる。うん、でバイオリンやギターの弦に立てると弦がピンと張ってて<ー>ピチッとこうしてるわけですね。器、うん、重面なんです。でそのように物事を考えあるいはまた考えすぎる傾向がありまして、はい。そしてその分ですね会社なんかでもまあ自分がよくできるので。 相手の方のねできない点とかあ,<ー>あるいはあの,のほほんとしてる人に対して何してるのっていう目でつい見がちであるということもあります。気になってしまうと、ねまあ、人への責めがちょっと思いが出やすいとかいうようなことがありますのでそれが講じると僕は私はですね偏、はい、頭痛とのそのこの性格を関連している可能性が高いなというふうに思っています。<ー>ですのでおおらかに。はい、<laughs> 思い当たる節のある方はそうですね。 大らかにというのも一つのポイントになってくるわけですね。そうですね。すねはい、まあこれはまあすべての人ではないですけど、大まかこういうことが当てはまっています。うん、なるほど。はい、あの偏頭痛の治療というのも以前に比べると随分変わってきているんだそうです、ね。そうですね。はい。あの実はですね、20年ほど前にトリプタンという革命的な薬が日本で発売されました。はい、はい。先ほど出てきましたね。そ,はい、そう先ほど出てきましたね。はい。でそれまではなかった時代は偏頭痛はね本当に治らなかったんです。 でこのトリプタンという薬ができてから一気に多くの方が治ることになりまして、えー、まあこれ一つの革命と言っていいほどよくなりましたうん、うん、でもう20年経つんですけどいまだにですね、はい、多くの患者さんがその恩恵を受けていられないということがあるんですというのは<あ>やはり病院でしか出せない薬というので、えー、市販薬ではないわけなんですですのでこの薬はですね、えー、一度試してやれたらいいかなというふうにそういう覚えて思っております、はい、ね。そして まだ革命は起こっていませんけど未来に向けてですね、はい、現在 CGRP 亀甲薬というこれはちょっと難しい名前のお薬ですけど、はい、これは現在治験が進行中です今現在私たちの治験の経験からですね非常に有効で。うん 第二の革命になるのではないかというふうな期待を持っております。なるほど。はい、じゃあもう頻繁に悩まれるその偏頭痛が起きてしまう方は起きる前に予防薬っていうのを使っていただくっていう方法がまああるということなんですね。すねまあ、これ実際治験を経験された方は、はい、これいつ出るんですか早く出してくださいというように言われてますのであ<ー>実際はいいと思います。なるほど。はい、この診療の方法というのも変わってきているんですね。そうですね。この今年ですね。4月ですけど。 慢性の頭痛治療に対してオンライン診療というのが認可されました、はい、で、オンライン診療を利用した診察の発展がこれから期待されます、えー、オンライン診療はこの写真のように私たち医療機関と患者さんがこのような形でやります、うん、医療機関では私たちはあのパソコンの前にですね患者さんの顔を映して、はい、小さい患者さんを見ながら話をするわけです で患者さんはスマホを利用したりタブレットを利用したりパソコンを利用したり、そして私の顔がそこに映るわけですね、えーで。それで実際に話をして表情も非常によくクリアにわかります,す。まるで対面でやってるのと同じような感覚で、えー、このオンライン診療ができるという面で非常にあの患者さんも喜ばれております。頭痛患者さんをオンラインで診療することのメリットはどういうところですか。えー、そうですね。メリットとしてはですね、えー、っと。 このように、えっと、実は慢性頭痛の患者さんの診療時間というのはですね、実際外来に来ていただいても特におかわりなければですね、短い時間で済むわけですねもう5分10分で終わることも非常に多いんです、はい、そのような方に、まあ、来ていただいて診療してというそういうことを考えるとオンラインで結んでやれば短時間で済む場合が多いのであのいいのではないかということですねそれと頭痛患者さんの場合最初に頭の検査として MRI とかですね c g とかまあ取る たりすすることも多いですけど、まあ、それで異常がないことが確認されれば、はい、その後新たな検査を追加施行することもあまりないということとそれからまあ内科的な疾患の患者のように血圧を測ったりあ聴診をしたり、まあ、そのようなこともまあ頭痛患者さんの場合必要性が少ないということもあってオンラインである程度十分話をするだけでいけるかなというところも頭痛患者さんののオンンライン診療の利点で,あるなではなないいかなと思います、はい、そして遠方の方であればですね、まあ、通院時間ですね 例えばまあ室戸の方から来られるとは2時間かけて来られて5分10分で終わってまた帰るというこれやっぱりちょっと無駄だと思われますよね。そういう通院時間、はい、通院院時時間間費用そして待ち時間これらも節約できると。で大阪なんかに進学された方もそこでもちろん今まではいろんなね紹介状を買いたいそこの近くのお医さん見つけてたんですけど、えー、まあそういう方もオンライン診療でつなぐこともある程度できるということもありますね。<ー>まあそののようなな利点があるのではないかと すごいたくさんのメリットがありますよね。なるほど、はいはい、ずいぶんこうあの診察の診療の可能性が広がってきているなということを感じていただけたと思いますけれど先生頭痛で悩んでいる方に最後にではメッセージをお願いしますこの頭痛で悩んでいる方々に思いやりを持って接することができる社会最初に私は頭痛は病気ですかというふうに足相、はい、を投げかけましたけども。はいはい もうこれまでお聞きにならないといかがですかもう大きな声で病気です <laughs>、はい、はっきり言えますね,すね、はい、本当に頭痛の患者さんは悩んでいらっしゃるんですねまあ、そういうような方々に少しでも私たち周りのものが思いやりを持って接することができる社会とか、はい、日本になればいいなということで私たちは頭痛外来を行っております、うんはい、そして今言いましたように偏頭痛には非常に良い治療法があってこれからもますます発展していく可能性がありますこの治療法によって実際人生が変わったという方もたくさんいらっしゃいます 諦めないでですね。今も頭痛に悩んでいる方々に。少しでもあの良い,い治療に巡り合いますように、願っております。人生の損失を取り戻してください。はい、わかりました。はい、山田先生、はい、今日はありがとうございました。続いて足のむくみについて伺います。 こち氏の近森病院総合診療科で部長を務める浅馬孝一先生です。内分泌代謝糖尿病の専門医ということですが、総合診療医という立場でも診療に当たっています。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまずその総合診療科というのはどういう診療科なのかから教えていただけますか。はい。と総合診療科と言いますと、まああの開業医の先生方は。 ほとんどまあ、あの健康相談かかりつけ医という形になります。はい、もちろん、あの開業医の先生方ももともと専門を持っておられます。けれども、地域に溶け込む中で、まあ,あの自分の専門に関係なく健康相談を行っております。で、普通はまあそのかかりつけの先生にいろいろ相談してまあ、病院の方に紹介していただいて病気を治すっていう。 ことになります、はい、ただそのうう方の場合には病院というのは基本的には専門医の集まりですのでですからあ,のあまりこうあの症状のはっきりしないものに関しましてはなかなかどの科に行っていいか分からないという状況になりますのでその場合には我々がまあ大病院の総合診療科としていろんな診断をつけていきます、えっと、次のスライドお願いします。 例えばお腹が痛いよっていう場合には消化器内科に行きますしお腰が痛いですよっていう場合には整形外科に行くんですが今日お話しさせていただくむくみにに関しててはどの診療科に行っいいいかかわらない、うん、ということになりますこのような場合に我々のような総合診療科を受診していただくと適切な診療科に紹介させていただいて適切な治療を行うことができるということになります。はい、それではこの テーマであります。足のむくみについて伺おうと思いますが。むくみの原因となる病気というのはどういったものがありますか。はい、この一から八に書かれている病気が足のむくみの原因になります。えー、ですから、さまざまな病気がございますので。はい、まあ、医療知識のある患者さんでも、どの診療科に行っていいのかっていうことがわからなくなると思います。で、一番多いのがやはり心臓が悪い時ですね。心臓というのは。 血液を全身に送り出すポンプの役割になっておりますので、まあ、そこのポンプの働きが悪くなりますと体がしんどくなったりとか足がむくんだりとかそれからあの息が苦ししくなったりします、うん、から腎臓が悪い場合は2種類あるんですけれどもあの腎不全というのはおしっこが出なくなる病気それからネフローゼ症候群というのは体の中のアルブミンの量が少なくなって足がむくんでしまう病気この2つがございます。はい で肝臓というところがこのアルブミンを作っているところですので肝臓が悪くなりますとアルブミンが少なくなって体がむくん,足がむくんでくることになります、えーえー、それからアルブミンというのはタンパク質を原料にしておりますので栄養状態ががが悪いとアルブミンが下がってきてき足のむくみになります、えー、じゃあどのような時に栄養状態が悪くなるかといいますと、はい、一番はがんです。 がんの患者さんが一番最初に病院に来た時にはだいたい半分の方が栄養状態がが悪いいいビタミンが不足しててるという,ふうに言われております、はい、それからもう一つは後であので詳しくお話ししますけれどもかっけなどのような栄養状態の悪い患者さん高齢者の患者さんが最近増えておりますのでそのような栄養状態が悪いとまたむくみの原因になります。 から女性に多いんですが女性のの場合には静脈瘤というのができます、ええ、なぜ女性の場合には静脈瘤ができるかというと骨盤の中に男性にはない子宮と卵巣が入っておりますので。 足から心臓に戻る血液の流れがそこでどうしても滞ってしまいますので<っ>足の静脈流ができてしまいます、うん、それから年齢とともに静、うん、脈には逆流しないように便というのができてるんですけどもあるんですけども、はい、この便の働きが悪くなるとなかなか足の血液が心臓に戻りにくくなるので足がむくんでしまうということになります。はい、それから手術をお腹の手術をした患者さんの場合にはリンパの流れが悪くなりますのでリンパ浮腫を起こします。 それから足を怪我をしたりしますと皮下組織の中でばい菌が繁殖して炎症を起こして、まあ、読みにくいですけども放下式炎という病気になったりします。だから女性に多いですが甲状腺の病気で甲状腺機能低下症という状態になりますと大体<え>いい足を押してもへこまないむくみができてしまうということになります。このようにに一般的には 重力の関係で足の甲から腫れてまいります。はい、で、これで押したら凹む場合が浮腫と言いますが、うん、先ほどお話したように甲状腺機能低下症の場合には押してもへこみません。あ<ー>まあこのように両方腫れている場合には、大体が全身の病気ですので、えー、心不全から腎不全肝不全っていうよ。肝臓が悪いという病気に。 なります。はい、それからあの甲状腺機能低下症ですね。うん、ただ、このように片方だけが腫れる場合には<ー>リンパ浮腫っていうようなものが隠れていることがございます。あと、静脈瘤なんかも片方だけが腫れます。このように腫れていて<ー>赤くなって押していたい場合にはそこに炎症が出ておりますので、えー、この場合は蜂窩織炎とか静脈炎とかリンパ肝炎という病気になります。 はい、さまざまな形でこのむくみっていうのが現れてくるんですね。はい、今日はこの中からまあ命に関わる足のむくみその原因についてさらに詳しく伺っていきたいと思います。はい。心臓が悪いとか、うん、腎臓が悪いとか栄養状態が悪いっていうこの三つの タイプの病気のむくみに関してはなかなか素人さんではあのかあの区別が難しいですので今日はその話を少しさせていただきます。はい、はい。では心不全から伺っていきたいと思います。はい、近年心不全の患者さんが増加してきております。えー、これは社会問題にもなっているんですけれども心臓の心不全の患者さんがこのように増えてきてるんですね。<ー>でなぜ心不全が起こるかと言いますと、はい、心臓というのは 血液を送る筋肉の袋になりますですからこの筋肉の袋が劣化していきますと押し出す力が弱くなったり逆に膨らんで血液をため込む力が弱くなったりしますそれは高血圧であったり糖尿病っていうようないわゆる国民病を持っている患者さんの場合にはこの心臓の筋肉の動きが 収縮したり広がったりする力が落ちてきて。で心不全の症状が出てきます。うん、もう一つ心不,心不全で。あの最近増えてきてる。 理由としまして弁膜症っていう病気がございます<へ>弁というのはこの血液の流れが逆流しないようにまあ、あるわけなんですけどもこれも高血圧とか糖尿病といった国民病プラス年齢というもので、うん、まあ劣化していくわけですね、はい、そうしますと心臓の血液が逆流して心臓が十分に働かなくなって心不全になります じゃあ、一つむくみが出るというのも、心不全のサインであるっていう可能性があるわけですね。はいはい、初期のサインで、ですので、その時を逃さずに医療機関に受診していただきたいと思います。うん、はい、え、では、もう一つ、腎不全についてもお願いします。はい、腎臓というのは、だいたい、あの、二十歳の時を百点満点としますと。一年に一ずつ、あの。 点数が減っていって、六十<ー>歳の時にはだいたい六十点ぐらいになっております。えー、で、この点数というのは、皆さん病院に行きますと、血液検査をします。はい、その時に、e G. F. R. っていうのが、腎臓の百点満点で何点なんですか。っていうのが記載された数字がございますので、えー、それを参考にしていただければと思います。で、これが十点以下になりますと、血液透析が必要な状態になりますので、<ー>自分の。 血あの腎臓が今100点満点で何点なのかということをぜひ知っておいていほしですそれがですね、まあ、年齢とともに下がっていくんですけどもこれも国民病と言われる糖尿病とか高血圧がありますと、はい、この下がり幅がどん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 速くなって早いうちに、はい 人不全にほっといても人間は120歳までは生きられないというのはこのグラフから分かるんですけども120歳で0点になりますので、えー、でも高血圧糖尿病があるとそれよりも先に0点になってしまうので透析が必要になってしまうもしくは命を失ってしまうというような状態になるんですね。なでなぜ腎、まあ、不全になるかというとやっぱりこれは国民病である糖尿病が圧倒的に多いんですが。はいで 最近注目されているのはやはり高血圧なんですね。高血圧の関係で腎硬化症という病気になりまして、はい、これで腎臓がどんどん点数が悪くなって腎不全になっておしっこが出なくなって体がむくんでいってしまうと,、うん、というような状態になります、えーえー。知らない間に腎不全の状態になっているっていうのは怖いですよね。はい、早い段階でちょっとそのサインみたいなものに気づくことはできないものでしょうか。はい。 腎臓が悪くなっておしっこの量が少なくなりますと血液の量が増えますので血圧が上がってくるんですねで血圧が上が上って体に水がたまると腸もむくみますので腸がむくんでくると食欲が不振になってきてそれから吐き気の原因になったりしますですから我々は腎臓の悪い患者さんが透析に導入透析をしましょうねってお話しするときには基本的にはこの吐き気を。 目安にしています吐き気がある場合には、うん、も,うもう透析しようねという話をしておりますのでやはり血圧を測っている方は血圧の上昇それからご飯が食べられない<え>それから吐き気というようなことがあればこれはあの大変なサインですので医療機関を早めに受診してていいいいたただきと思ますなるほど覚えおていただきたいと思います。 脳梗塞などを予防するために水をたくさん飲みましょうということで一生懸命こう血液サラサラにしようと努力しておられる方多いんじゃないかと思いますけれどこれは大丈夫なんですか？はいえっとこれを見てくださいこれが人間の体の水の動きなんですね、はい、だいたい飲み水からだいたい 1200cc から食べ物これは普通に炊飯をしてご飯を食べてっていう状態で1リットルのお水が入ります。はい、ですからだいたいまあ2.5リットルぐらいのお水がほっといても。はい 体の中に入体の中に入ってきます。だ、えー、からだいたいおしっこが1500、それから汗から600なんですね。でもしおし飲む量が少なくなればおしっこの量を少なくして調整しますし、はい、それから今伊豆さんがおっしゃられたように、はい、たくさんお水を飲んだらですね、えー、ただたくさんおしっこが出るだけで血液は全くサラサラにならないんです。そうなんですね。はい。で私はですねあの。 あんままりお水を飲まないいようにお勧めしていますなぜかというとお水をたくさん飲むといわゆる水っ腹になってしまって、はい、で胃の中に水がたまることによってご飯が食べられなくなってしまうんですよ。はい、ですからあの血液は決してサラサラにはなりませんので、えー、あのたくさんお水を飲む必要はないです。でうん、水を飲む時のバロメータータは、はいあの おしっこの量が少なくなりますと濃ゆくなりますよねですからおしっこの色を見て濃いなと思ったら喉が乾かなくてもお水を飲んでいただきたいんですで、高齢者の方は特に喉の渇きというものがだんだん感じなくなりますので例えばこれ見ていただきますと暑い時には1.5リットルの水が出ていってしまいますお水だけをたく,たくさん飲もうと思っても実は あの飲めないんですよねお酒ビールは1リットル2リットル飲む方おられますけどお水だけ1リットル2リットル飲む方はいなくてですねその場合にはやっぱり塩が関わって ているんですね。やはり塩をたくさん取ることによって喉が渇きますので、まあ、よくあの私も回転寿司に行きますけども、お寿司屋さんに行くと喉が渇きます。それと同じようにあのたくさんお水を取るということは、まあ、たくさんお塩を取っているということなんです。<ー>で、足が腫れるとだいたい3キロ体重が増えているということに3リットルの水が溜まっている。そうするとだいたい30グラムも塩分を取りすぎっていうことになるんです。我々はだいたい1日に6グラムぐらいのお塩で やってくださいねっていうふうにお願いはしているんですけども、まあ、平均だいたい日本人は今12グラムぐらい摂っておりまして、うん、で足がむくむと30グラムの塩の摂りすぎになりますので、この塩を外に出すのがなかなか大変ですので、まあ,あの塩の摂りすぎには気を気つけていただきたいなというふうに思います。なるほど、これ覚えておきたいと思います。はい、あとまあの急にそうなるというものではないと思いますので、うんうん、自分の体の変化に気づきにくい部分っていうのもあります。 ますよね。はい、例えばその水分が体の中に溜まっているなっていうのをう自覚するにはどういった方法があるでしょう。うん、はい。できたら毎日ですね、朝と夕方寝る前に体重を測っていただきたいと思います。人間というのはまあ昼間にご飯を食べたりしますので、朝の体重と寝る前の体重を比較しますと1キロ増えています。で忘年会シーズンなんかで宴会が あの立て込みますと食べ過ぎたり飲み過ぎたりしますけどもせいぜい体重が増えるのは1キロなんですでも次の日には必ず元に戻ってるもんなんですねそれが1日2日で2キロ3キロの体重が増えてるっていうことはそれだけむくみになってるっていうことですのでだから足がむくむ前に気づくというのはやはり体重の変化になります。ですかかからら体重いいうのは一番お金がかからない あの健康のバロメーターになると思います。そうですね。はい、誰でも簡単にできる健康のバロメーター。はい、はい。毎日できれば一日二回、はい、測っておくっていうことなんです、ねはい。ぜひお願いしたいです。はい。えー、今日はこの足のむくみに関して心不全。腎不全のサインであるというようなお話を伺ってきましたけれど。それ以外にちょっと気をつけていただきたいことっていうのはありますか?。はい。あの飽食の時代に脚気の話をするというのは非常に。 あのキーな感じがするかもしれないんですけども今活気の患者さんが増えております近盛病院の救急車で運ばれてくるおじいちゃんおばあちゃんのだいたい3分の1がビタミンの B1 が不足しております<ー>で、なぜビタミン B1 が不足しているかというと、はい、まあ、どんなに料理の好きなおばあちゃんでもお年を取るとだんだん 炊事が面倒くさくなってん、まあ、あんなにおばあちゃんも田舎ずし作ってくれたのにっていうようなおばあちゃんでもあの遊びに行ったらもう全然ご飯が出なかったりっていうのがありまして大体いい老老の二人は白米と味噌汁と漬物だけで済ましてることが そうすするると、まあ、ビタミン B1 が不足するんですね。えー、で、このビタミン B1 の欠乏の気っというのは、まあ、江戸患いと言われておりまして、はい、江戸時代の後期から白米を食べる習慣が出てきたんですけども江戸,時代江戸という町そのものが白米を食べるものだったので江戸に奉公にいた若者たちが米ばっかり食べて活気になって田舎に戻るとまた冷えとか泡を食べるので元気になるというような状態なんですね。それが今現代でも起こってきてきます でこれは死んじゃうこともあるんですね。あ、そうなんですね。はい、それほど怖いものなんです、ね。そうなんですで。大正時代にはもう咳はあの結核と並ぶ二大国民病というふうに言われていましたので、まあこの時代に咳というのは不思議な感じがするかもしれませんけど、それが意外と盲点かなというふうに思います、ね。ビタミン B1 の摂取が大事なんです、ね。大事です。 はい、え今日はこの足のむくみからさまざまなお話を伺ってきましたがえ最後に先生まとめをお願いしますす、はい、まとめです、えっと、命にに関わるむくみに注意しましょう。これは高血圧糖尿病を持っている方は特にえの心臓と腎臓にかなり大きな負担がかかっておりますので心不全腎不全に注意してほしい。 この二つはなかなか見極めが難しいんですが、心不全の場合には寝てる時に咳が出たり。息が苦しくて目が覚めたりします。この際があったら早めに医療機関に来てください。から腎不全も自覚症状の乏しいものですけれども。血圧を測っていて、急に上がっていったり。それから吐き気があったり、ご飯が食べれなくなったりする場合には。腎不全が悪くなっていることがありますので。医療機関を早めに受診してください。はい。それから飽食の時代に脚気です。 若い時よりも少量のご飯でお腹が満腹になります、えー、でもそれだけでは全然ビタミンは足りてないんですですからあのお米も食べるのも大事ですけどもお肉、お魚、お野菜をしっかり食べてビタミン B が不足しないようになっていただきたいと思いますはい、わかりました沢先生、今日はどうもありがとうございましたありがとうございました 今度は睡眠・不眠について伺います高知市の高知鏡川病院副院長で睡眠医療センター所長の川田誠一先生です睡眠医療の第一人者で全国トップレベルの睡眠医療センターを率いています先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますえまずこの睡眠医療センターをに来院される方っていうのはどういう方が来られてるんですか、はい あのこちらはセンターを受診する方の主な症状ですけども、はい、まあ今日のテーマである、まあ、不眠症に関係した寝つきが悪い何回も来てしまうあるいはいびきが激しい呼吸が止まる昼間眠たくて仕方がない朝なかなか起きられないあるいは夜間に大きな寝言があったりうろうろすると、まあ、こんなふうな症状の方が来られています。 それから睡眠医療センターには特殊な検査が2つほどありまして、ええ、1>, まあ1つはこの週夜睡眠ポリグラフ検査ですねご本人あるいは患者さんからいろんな情報をいただくだけではなくて、まあ、脳波だとか筋肉の状態だとか呼吸の状態をまあ一泊していただいて精密に検査する方法ですね。うんはい それからもう一つは反復睡眠戦時検査といいまして先ほどの週や睡眠ポリグラフ検査の後にですねえその次の日に2時間間隔で音とか光を遮断した部屋で寝ていただく検査でこれは眠気の強さの判定であったり、うん 寝ても寝ても眠たい病気の診断に不可欠な検査ですね、はあ、こちらが一般成人用でこれ小児小さなお子さんも結構来られてるんですね,そ,うなんですねそもそも不眠症に悩んでいる人っていうのは一体どれぐらいいらっしゃるんでしょうはい えー、こちらはまああの現在といって言いますかねこの数日の間で不眠,症を不眠症があると答えている方のデータなんですけども、はいえー、入眠困難睡眠維持困難早朝覚醒、まあ、少なくてもこの3つの症状の1つはですね、うんえー、いわゆる3人に1人。 がこの不眠症状に悩んでいます。もう少し長いスパンですね。三、四ヶ月の単位で言いますと、二人に一人が不眠症で悩んでいるというデータもありますね。はあ、誰しもに関係があるものなんです、ね。そうですね、身近な症状ですね。それから、年齢別の不眠症のタイプですけども、はい、緑色が二十歳から三十九歳。うん 青色が40歳から59歳ピンク色が60歳以上ですけどもやはり高齢になりますと中途覚醒が多くなって早朝覚醒が多くなってきます途中で起きてしまったり朝目が覚めるのが早くなってしまったりってひと事ではないような気がしますけれどこの不眠症は他の病気と何か関わりがあるものなんですかはいえ、どうぞ えー、睡眠時間が短くなり,なりますとこの発症リスクが高くなる病気というのはいくつか知られておりまして、はいえー、代表的なのが2型糖尿病ですねそれから高血圧症。 それから肝動脈疾患心臓の血管の病気ですね、はいまあ、精神疾患でいうとうつ病ということになるでしょう、まあ、最近はがんの発生率とも関係していると言われております<ー>それで結局はこの睡眠時間が短い方というのは、えー、死亡危険率が高くなってくるとあ<ー>、まあ、これがはっきりしたのがこの10年20年ぐらいの間なんでしょうかね最近のことなんですね。 不眠症で医療機関にかかる必要があるっていうのはこう何を目安に考えたらいいんでしょうか。はい えっとまあこれはねなかなか難しい質問なんですね。えっ、ー、とまずこれは年齢と総睡眠時間の関係を表してまして、新生児から、はい、まあ高齢になればなるほどすでに睡眠時間は短くなる。やはり不眠症になりやすいんですね。うんうん、まあしかし、えー、例えば有名な方で言えばアインシュタインという方は非常に寝る方でしたし、えー、エジソンとかナポレオンという方はで、ね、非常に短かった。 持って生まれたものもお睡眠時間もあるのも事実なんですけどもえ少しどう次どうぞこれはですね先ほどの週休みポリグラフ検査での結果なんですけどもえまあ25歳で平均が7時間ぐらいまあ45歳でまあ6時間半ですね65歳で6時間ぐらいえ実は不眠症の方はですね睡眠時間に非常に貪欲になりやすいんです。 まあ8時間寝なければいけないとかですね。えー、ま、そういうことではないんですね。あ<ー>ま、それから特に、えー、次行ってください。まあ、お子さんですね。まあ、これは小学校の低学年ぐらいまでは10時間睡眠が必要ですので、うん、10時間と言いますと、夜の9時から7時までなんですね。えー、まあこれが本当に守れているかどうか。 うんまあ、ただ、えー、大人の場合もそうですがやはり45時間ですよね、えー、毎日45時間を切る睡眠時間になっていればこれは早めに医療機関を受診された方がいいと思いますね。確かにはい それからこれはですね不眠症を自分でこう測るといいますか質問しようです ISI といいまして「はい、不眠 ISI」と打っていただいたらネットなんかでもすぐ出てきます。えー、まあ直期式でしてマークしていただいて、うん、まあ11点以上になると不眠症の可能性が高い。 まあこれが14点15点となってきてればですね、はい、えやはり医療機関にかかられた方がいいと思いますねう先ほどの時間のことであったりこういった質問票を目安に自分でセルフチェックをしていただいて。はい 例えばその病院に行く前に自分でなんとかこのえ睡眠を取り戻すっていうことはできるものでしょうかそうですねあの本当に基本になることですのでね、まあ、これは睡眠衛生の改善といいますけれども要は睡眠にとっていいことはどんどんしていただく、はい、悪いことはやめていただく、まあ、生活習慣の改善なんですね。はい、ちょょょっとと読みまましししうう朝こから離れる時間を一定にしましょう 朝は太陽の光、朝食ですね。うん、脳は光で睡眠覚醒のリズムをとって、体は朝食ですね。それから規則的な運動習慣。一、はい、日一回であれば夕方が圧倒的にいいですね。あ<ー>まあ十六時ぐらいか十時ぐらいが一番いいですね。お昼寝はなるべくしない方がいいんですけども、はい、まあするんであればお昼ご飯を食べて三時ぐらいまでの間、まあその三四十分ぐらい。 この時間帯が夜に影響が少ないんですねなるほどそれから床の中にですね寝れないと言って早く入りすぎるこれはよくありませんねまあ、できるだけ高齢者の方も10時から後に床に入っていただきたいと思いますそれか床の中に入ってですねテレビとかスマートフォンとかをね何時間もまあ、本もそうですけども 2>、うん、まあ2、30分であればまだいいですけどあまり良くないですね それから薬物でいいますとたばこ、カフェインこれはもう強力な覚醒物質です、うん、あそコーヒーヒでですすね。えー、強力な覚醒物質ですのでこれは控えたほうがいいでしょうし、うんまあ、高知県というのはアルコールの消費が多いわけですけれども特に寝酒のようなパターンになってきますと<ー>、えー、アルコールといいますのは、えー、深い睡眠をどんどん減らして長く寝続けることを妨害する薬剤なんですね。ですからやはり注意が必要ですね。 euh... まあもう少し強調しておきたいことを言っておきますと、はい、起床時刻の大事さというのは先ほど言いましたけれどもこれはですね起床した時刻の大体16時間後に、えー、夜の眠気のゾーンがやってくるんです、えー、まあ7時に起きた人が11時頃ですね高齢者は少し早くて10時頃、はい、起床時刻が3時間ずれましたら、えー、眠たくなるゾーンも3時間ずれますのであ<ー>まあ休日も含めて1時間ぐらいのお寝坊と と言いますかね、それぐらいいででえておきたいですねそれから、えー、お話を聞いてますとですね寝てはないけど横になりすぎている方が多いんですね、えー、これ特にこの時間帯朝の9時から12時と午後の4時を過ぎて床に入るまでの間はべたっと横になるのはなるべくやめた方がいいです<ー>、まあ、せいぜいソファーに腰掛けて足上げる程度。えー 横にななるるだけででも影響してくるんですねそうなんですね高齢者の方で結構8時9時に床に入ってしまう方も結構多いと思うんですけども、うんね、まあこれを遅らせる工夫とすれば、はい、やはり夕食の時刻を少し遅らせていく、はあ、それからお話を聞いてるとですね 夕食後に何もないすることがないので床に入ってしまうと、えー、いわゆるこの楽しむ時間ですね、うんえー、例えばおテレビを見るとかラジオを聞くとか、えー、本を読むとかやはりこの楽しむ時間を作っていただきたいんですね。うん、なるほどど、えー、はい次どうぞそれからですね中途覚醒した時に寝室で悶々としているのは一番よくないんです。 そうなんですかえ、えー、途中で起きて2三3 0分寝れなければできれば寝室から離れてしかも何ををすするかを決めておくことが非常にいいですね<ー>、えー、例えば好きな映画を見るとか、えー、ラジオを聴くとかですねで眠気の周期はだいたい90分周期できますので床、えーえー、から離れて、えー、決めておいたことをして1時間1時間半,半経ってから寝室に戻って床に入ると。 これが寝やすすいはずですね何か別のことをしてしまったらますます覚醒して寝れなくなるからもうそのまま待ってなきゃいけないんじゃないかって思ってましたけどあまりその頭を使いすぎることはよくないですけどね。 なるほど、まあ、このようなあのあ驚くような話もいくつかありましたけど、はい、こういったことに気をつけていただくことで自分自身でこの睡眠のリズムというのを取り戻すこともでできるわけですかあの本当にじゃあ今お薬の話が出ました次お薬について伺っていきたいと思いますが、はい、やっぱ睡眠薬っていうとやっぱり漠然とした不安を持っている方もたくさんいらっしゃると思うんですが。はいはい えっとですね。まあ、いろんな睡眠薬があるわけですけども、はい、系統で言いますと、実はこの3種類しかないんです。えー、ギャバ系オレキシン系メラトニン系と、うん、ギャバ系は従来からのお薬でまあ、要は脳をですね。押えつけて眠らせるお薬です。<ー>えー、まあ、脳細胞の34。0%にまえ効果がある。逆に言えば、それだけいろんなことも起こるということで。 大事なお薬ではありますが、はいえー、依存性の問題だとか、うんまあ、投与期間の問題だとかいうことがあるんですね、はいえー、メラトニン系のお薬というのは睡眠ホルモンというメラトニンと同じような効果があるお薬一剤ですそれからこのオレキシン系が最も新しい睡眠薬の系統でして、はいえー、現在この2剤があるわけですけども。 えー、オレキシンといいますのは1998年にい、えーえー、たばかりのですね,新しですねばかりというのは変かもしれませんがこの逆にこのオレキシン、まあ、オレキシンに関係する受容体を阻害することでこの覚醒の状態から睡眠状態に移行させるという新しい睡眠薬が5年前に登場しました。はい え次どうぞ、まあえー、2剤になるわけですけれども、えー、まあこのお薬は従来のお薬と比べて非常に副作用も少なくて、うん、まあ依存性も少ない、うん、これはお薬をやめていきやすいんですね。はいうん まあ、あの特に、えー、今年登場しました、えー、レンボレキサントというお薬はですね、えー、入眠力もアップしておって、まあ、非常に期待しております、はいまあ、このオレキシン系のお薬が不眠症の第一選択薬になってきたとおりますお薬も変わってきてるんですね。 今度はその不眠の話を伺ってきましたけれども、はい、関連して合わせて注意が必要な他の睡眠に関わる病気というのについても伺っていいいきたいと思まずこの睡眠時無呼吸症候群ですね。はい のこの病気は肥満だとか上気道の、まあ、この辺ですね。まあここが狭くなって睡眠中に息が止まったり、ええ、まあ苦しくなるのを低呼吸と言いますそういう病気なんです。はいで、えー、これは実はあの太ってる人に多いんですけども障人の方あるいは高齢者の方にも多いんですね。<ー>もうこれは高齢者の方はこう筋肉が 柔らかくなってしまってこう舌が落ち込みや,やすいんですね、えー、で先ほどの不眠との関係なんですけれども、はい、実はこの頻回の中途覚醒が悩みで当センターを受診する方の中に、うん、実はその本体がこの睡眠時無呼吸症候群である方が結構多いんですね。次ってください、まあ、これは大人のの呼吸症症候群の代表的な症状ですけども、はい いびきたとか無呼吸まあ苦しいという低呼吸しかしまあ高齢者の方一人暮らしが多くなってきてなかなか気づかないんですね<ー>えそれから尿位を伴う中途覚醒も増加してくるんですけどまあこれは高齢者によくある症状なんですね、えー、ですから、まあ、不眠なんだけども実際には呼吸の不良なんだということがなかなかわからないんですね、えー、え次いってください まあ、こういう症状で少しお悩みの方はですね、はい。かかりつけの先生に。今、こういう自宅でやれる簡単な簡易モニター検査があるんですね。<ー>指と鼻につけて簡単に測れる。<ー>まあ、こういうもので、調べていただいたらどうでしょうかね。なるほど。まあ、この睡眠時無呼吸症候群は本当によく最近聞かれるようになりました。はい、他にも病気ありますか。はい。もう一つですね。 このむずむず足症候群少し変な名前ですけども最近はマスコミ等でもですねぶん知られるようになりました、うんえー、英語名ではレストレスレックス症候群なんですけど、まあ、代表的な少し病状をここに書きましたので読みましょうか、はいえー、入眠前に不快な感覚が通常、足に起こるんです。 ええ、そのため足を動かしたいという抵抗でできなないいほどの強い衝動ににられて、うん、え入眠困難になるんですね、はい、でしかも特徴的なのはこのムズムズ等の異常感覚はですね、ええ、足を動かしてる間は軽減ないし消失するんですけども、はい、その動きを止めますとまた症状が再燃してしまう<ー>まあ少し不思議なんですね。 で大体んえすああああそれからまあムズムズするという症状が一番、まあ、患者さんの訴えとしては多いんですけども、ええ、実はいろいろなあの言う方がおって、ええ、じっとしてない,ないホテル冷えるイライラするズキズキする痛いとかですね、うんまあ、その本人さんによっても症状の表現はいろいろなんです。ええええ、それから、うんまあ むずむず足と書いてますが足だけではなくて、えー、腰だとか背中の、まあ、手の症状も出る方もいらっしゃいまして、うん、まあ足だけではないんですねこれはどのようにして治療するんですか、はい、まあ主にはこのプラミセキソールというお薬ロチゴチンというお薬ですねドーパミン作動性のお薬こちらが、まあ、直行するんですねまあ特に最近はこのハリ薬 えー、<ー>ロチゴチンというものが第一洗濯薬になっておりまして、はい、それから鉄不足でも起こりまして<ー>鉄剤を服薬する場合もあります、うんえー、この病気はですね10年とかですね数年単位で非常に悩んでいる方がいらっしゃるんですけども、ね、この薬剤を投与することによってその日から効果があるんですね、えー、あそうなんですかそうですね、はい、ぜひ知っておいていただきたいですね、はい はいえー、今日は、まあ、不眠を中心にお話を伺ってまいりましたので、はい、最後に不眠についてのままとめをお願いしますやはりこれが一番ですね、あのーまあ、不眠症状が出てきた時これは入眠困難であったり中途覚醒だったり早朝覚醒があってもこの自分でできることですね、えーまあ、これを一つ一つをまず改善をしていただいて。 まあそれでもですね、四五時間を切るような睡眠が続く場合は医療機関への受診をお勧めします。はい。ね最初に二人に一人はね不眠の症状を訴えておられるというお話でしたから、はい、一言ではありません。川田先生今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。第十二回高知市医師会市民フォーラムいかがでしたか。 頭痛や足のむくみ、そして不眠といった身近な悩みについて。専門家の先生にアドバイスしていただきました。悩みがあったら、一人で抱え込まずに。お医者さんに相談してみてください。一歩前に進みましょう。高知市医師会に所属する医療機関等は。現在。二百八十二。 高知市と戸佐市の医師会はこれからも市民の皆様の身近な存在であり続け直接集うフォーラムが再び開催できることを心待ちにしています。